ジャカルタ EE は Java で実装されたアプリケーションサーバの標準規格及びその API を定めたもの。Java プラットフォームスタンダードエディションの拡張機能の形で提供される。旧名は Java プラットフォームエンタープライズエディション。Java プラットフォームにおける JavaEE の位置づけ。JavaEE は JavaSE の拡張機能として位置づけられた。 1999年に初版である1.2が発表された。主に小規模大規模サーバーシステムの標準仕様として、動的 HTTP サーバー機能、自動トランザクション管理機能、データベース接続機能、メッセージング機能、各種通信プロトコル機能が API として定められている。大規模システムにおける多層システムの構築も想定されており、 サプロトコルを用いた分散トランザクションにも対応している。過去のリリースに伴い名称が変化しており、2017年、現在のバージョンは Java プラットフォームエンタープライズエディション8と命名されているが、Java EE5 より過去のバージョンは Java 2プラットフォームエンタープライズエディションと命名されていた。Java EE 自体は使用であるため、各社、 各組織がライセンスを受け実装している。オープンソースのものから、プロプライエタリなもの、無償のものや、有償のものなど選択肢が多い。Java EE の権利は、3マイクロシステムズを買収したオラクルが、保有してきたが、同社は2017年に Java EE をエクリプスファンデーションに寄贈して、オープンソース化をすることを発表。Java EE の商標については引き続きオラクルが、 保有するため、Java EEQ 以後は、Jakarta EE の名で開発が進められることが発表された。Jakarta EE は1999年の登場以後、数年おきに新しいバージョンが策定されている。Jakarta EEAPI は Java SEAPI を元に機能拡張された様々な技術を包含している。サーブレットパッケージでは、 主に HTTP リクエストのための API が定義されている。また Java Server Pages に関する API も含まれる。WebSocket パッケージでは WebSocket の通信に関する API が定義されている。Faces パッケージでは Java Server Faces に関する API が定義されている。JSF はコンポーネントによる UI 構築技術である。L パッケージでは Java E の L 式に関するクラスとインターフェースが定義されている。L 式は JSP や JSF を作成する Web アプリケーション開発者のためにデザインされた簡単な構文である。主に JSF においてコンポーネントに管理ビーンを結びつけるために用いられるが仕様自体は独立しておりそれ以外の部分でも使用可能である。インジェクトパッケージでは コンテキストディペンデンシーインジェクション API のためのインジェクションアノテーションが定義されている。CDI は依存性の注入に関する仕様である。コンテキストパッケージでは、コンテキストディペンデンシーインジェクション API のためのコンテキストアノテーションとインターフェースが定義されている。エンタープライズ Java Beans パッケージでは、AGB コンテナがサポートする。 トランザクション処理、RPC、並行性制御、依存性の注入、ビジネスオブジェクトのためのアクセス制御といった、軽量 API が定義されている。またこのパッケージは、エンタープライズビーンとそのクライアント間、エンタープライズビーンとエジビーコンテナ間の取り決めを定義したクラスと、インターフェースも含む。バリデーションパッケージでは、 ビーンバリデーション API のためのアノテーションとインターフェースが定義されている。ビーンバリデーションはビーンに対する統一されたバリデーション手法を提供する。Java EE の各要素では j p a が永続仮想におけるバリデーションに JSF がビュー層におけるバリデーションにまた関与する。 パーシスタンスパッケージには、永続化プロバイダと管理クラス、それに Java パーシスタンス API クライアントの間の取り決めを定義したクラスとインターフェースが含まれている。トランザクションパッケージでは、JavaEE のトランザクション処理を担う Java トランザクション API のインターフェースとアノテーションを含む API が定義されている。これらの API は、低レベル API が、 抽象化されたものであり、通常のアプリケーション開発者が JavaEE を用いて開発する場合は、エジビーのより高レベルのトランザクション管理を用いたり、この API のアノテーションと CDI の管理ビーンとを組み合わせて使用することが想定されている。メッセージパッケージでは Java Authentication、SPI のインターフェースやクラスを含む API が定義されている。 Jaspic はセキュアな JavaEE アプリケーションを構築するための仕様である。コンカレントパッケージでは JavaE e プラットフォーム標準の管理されたスレッドプールと連携する並行処理に関するインターフェースが定義されている。JMS パッケージでは Java メッセージサービス API が定義されている。JMS は Java プログラムに e ンタ e r ライ i e メッセージの生成、送信、受信、 読み込みのための手法を提供する。バッチの API パッケージでは、Java E のバッチ処理のための API が定義されている。バッチ処理 API は、大容量のデータを扱う、長時間にわたるバックグラウンドタスクや定期的に実行されるタスクのための手法を提供する。リソースパッケージでは、Java E コネクターアーキテクチャ API が定義されている。 ヤカはエンタープライズアプリケーションインテグレーションの一部であるアプリケーションサーバーや企業情報システムの相互接続を実現するための技術であるこの API はベンダーのための低レベル API であり通常のアプリケーション開発者をターゲットとしてはいないジャカルタ EE の機能を用いたアプリケーションを動作させるにはジャカルタ EE の使用を実装した 実行環境やライブラリーが必要である。ジャカルタ EE SDK には、ジャカルタ EE に準拠した、オープンソースのアプリケーションサーバーであるグラスフィッシュ、オープンソースエディションが同梱されている。グラスフィッシュ5.0は JavaEE8 の参照実装である。ネットビーンズやエクリプスといった Java 開発ツールの多くもジャカルタ EE に対応している。いかに、 ジャカルタ EE に準拠した主なアプリケーションサーバーを示す。表のバージョン番号は該当するジャカルタ EE 仕様に対応したバージョンを表している。以下に JavaEE7 の様々な技術を組み合わせて作成したユーザーの登録を行う Web 入力画面のサンプルを示す。ジャカルタ EE にはサーブレットに JSP、また JSF と Facelets といった web UI を作ることが可能ないくつかの技術が存在する。以下は JSF と Facelets を用いた例である。コード上では明示されていないが、入力コンポーネントでは入力値の検証にビーンバリデーションを使用している。HTML xmlns="http://www.w3.org="1999="xhtml」XML。xmlns="http://xmlns.jcp://html o r g JSF」。 xmlns, f イコール http コロンスラッシュスラッシュ xmlns.jcp.org スラッシュ jsf スラッシュコア f メタダタ f ビューパラムネームイコールユーザー ID バリューイコールユーザーデートユーザーコンバータイコールユーザーコンバーター f メタダタ h ボディ h メッセージズ h フォーム h, パネルグリッドコラムスイコールに h, output ラベルフォーイコールファーストネームバリューイコールファーストネーム h, インプテキスト id イコールファーストネームバリューイコールユーザーデートユーザーファーストネームラベルイコールファーストネーム h, output ラベル4イコールラストネームバリューイコールラストネーム h, インプテキスト id イコールラストネームバリューイコール ユーザーデート、ユーザー、ラストネームラベルイコールラストネーム。H、コマンドボタンアクションイコール、ユーザーデート、セーブザーバリューイコールセーブ。H、パネルグリッド。H、フォーム。H、ボディ。HTML。ヤジェカルタ EE では、ビューの処理の実装にバッキングビーンと呼ばれる仕組みを用いる。以下は、CDI とエジビーを用いた。 バッキングビーンの例である。named.viewscope と。public class userdate.private user user.inject.private userader userader.public string save the.userader save.add flash message saved.return users xhtml first redirect equal to.public void set asser. this, user, equal, user.public, user, get, asser.return, user. ジャカルタ EE ではビジネスロジックの実装のために EGB が用意されている。データの永続化では JDBC や JEPA が使用できる。以下は EGB と JEPA を用いたデータアクセスオブジェクトの例である。コード上では明示されていないが EGB では トランザクション管理に JTA が使用される。ステートレス。パブリッククラスユーザーだ。ー。パーシスタンスコンテキスト。プライベートエンタイティマネージャーエンタイティマネージャー。パブリックボイドセーブ。エンタイティマネージャー。パーシスト。パブリックボイドアップデート。エンタイティマネージャー。マージ。パブリックリスト。ユーザーゲットル。 リターンエンタイティマネージャー、クリエイトネームドクイリー、ゲットリザルトリスト。ジャカルタ EE では、エンティティ、モデルクラスのために、ジェ p パが用意されており、またバリデーションでは、ビーンバリデーションが使用できる。以下は両者を用いた例である。エンティティ、パブリッククラスユーザー、ID、ジェネラトドバリュー、プライベートインテジャー ID、サイズ。 private string first name size private string last name public integer getted return id public void setted this id equal id public string get all first name return first name public void set first name this first name equal first name パブリックストリングゲットラストネーム、リターンラストネーム、パブリックボイドセットラストネーム、ディスラストネームイコールラストネーム。ありがとうございます。